どうも、もっちです。はい、ということでもう2週目が回ってきました。じゃん、ビギング日記ですね。早いっすね、テンポが。罰ゲームさせる気満々みたいな感じでリーダーがもう次から次に回してくるんですけど、今回のミッションがダイソー駅でイカを3杯釣れというミッションが回ってきました。前回の動画を自分のエギング日記ですね、見ていただいた方はわかると思うんですけど、 1g 足りなかったんですよ。そのせいでリーダーのリールエさんがですね、もう連発ゲームをさせる気満々なので、この100均エギでイカを3杯も釣れということで、まあ、頑張っていこうかなと思ってるんですけど、今からちょっと100均の方に早速買いに行こうと思います。くっす。はい、ということでね、ダイソーに着いたので今からエギを買いに行こうと思います。はい、ということでダイソーでエギを3本3種類買ってきました。オレンジっぽいのと紫とシルバーみたいな3種類ラインナップがあったので買ってきました。じゃあ実際にこれで頑張ってやっていきたいと思います。それでは24時間後ということで、今から調光を始めたいと思います。今の時刻が24時間。頑張って釣っていきたいと思います。じゃあオレンジっぽいやつからやっていきます。よいしょ。旅行者が何人かいるから公園になっちゃうね。来たんじゃないこれ。魚かな。あ、抜けた。魚か。あ、なんだろう。ん？ボロボロ。ちょっと移動してきました。もうこんなボロボロ。いや、さすが100円だなっていう感じなんですけど、もうペラペラです。一応ユーマズネックってこともあって、オレンジかなと思ってオレンジ投げてるんですけど、エギの消費が激しいですね。ポール姿勢は結構直角に落ちる感じです。すぐ行ってます。距離とかはあんまり変わらんすな。ダートも結構しっかりするししてる感じがある。手前の方でこうちょんちょんってしゃくったらしっかりダートはしてるんで、まあしてるんだろうと。くー、どうしようかな。やばないこの100均エギ、やばいです。めっちゃ表面のやつが剥がれてくる。すぐということでまた移動してきました。ちょっと移動してきました。いらないな。はい、ミニラさん、ごめんね呼び出して。間違いなか。ここちょっと山ばこ下ってこんばけんさ、イノシシの怖がたい。それで呼び出される。10時半、11時ね、11時回ったもんね。もう明日
6時半からオフショアのミニラです。そうです、明日オフショアっすよ。6時半出社っすよ。まあまあここ土管でしか入れんけんね。そうそうそう、時間をこう、こっちで選べないフィールドだから、まあしゃあないよね。まあしゃあないね。まあ頑張ってつるけ。これでやってもらわないと困ります、はい、やってください。頑張ります。この人普通にエギ使えるけんね。当たり前よ。頑張って100均エギでつるけ。今ここに移動してくるときにコンビニで買ってきました。アロンアルファ、100均のエギの弱点がここですね。吸うと押したらこんな感じ、ここから布が剥げちゃいます。応急処置でアロンアルファで止めようと思って買ってきました。よし、止まった。さあさあ、とりあえずいっぱいは釣りたいよね。100均エギで、よいしょ。すげえ、髪の毛。来ました、1投目。えぐい、えぐいんですけど、超嬉しいんですけど。1投目ですよ。やった、この貴重な1杯はマジででかいぞ。100均エギで落ちんなよ、よっしゃー。超嬉しい。いえ、あなたのおかげです。ああ、そう、怖いな、怖いな。炭が怖いな。よっしゃ、ありがとうございました。あ、よかったですね、いっぱい取れて。とりあえずいっぱいね、はい、危険なポイントってのはこんなやって、ちょっと手助けいるよね、うん、実際ね、うん、いる。やっぱ危ないし、一人で行っとってね、何かあった時とかやっぱ危ないし、うん、磯場とかね、危ないところは二人で行った方がいいですね。うん、ちょっと僕が行く時も危ない時は呼びます。とりあえずあと2杯、楽勝でしょ。頑張ります。あと何時間あると、17時間、ね、あと16時間半。16時間半です。頑張りますよ。頑張ってください。明日の辛いよね。明日の5時半ぐらいまで。わかるわ、これがまた回ってくるって考えたら具合悪くなる。助かりました、頑張ってください。ありがとうございました。明日私オフショアなんで頑張ってください。だからね、またね、バイバイ、ありがとう、はい、バイバーイ。車で2時間3時間ほど寝てました。移動して朝まずめ始めます。あと2匹ですね。今、時刻が7時だったかな。今、朝の7時。残り10時間と11分です。来た。
来ましたよ。よかった。よっしゃ、外れないでね。あ、マジ嬉しい。よいしょ、ちょっと待って、こう、よっしゃ、釣れました。ちっちゃいけど、2杯目です。100均入りで、確かに。ちょっとこれはリリースします、早めに。よっしゃ、ありがとう、ありがとう。はい、いった。2杯目、続けて3杯目欲しいですね、ここで。いや、めっちゃ嬉しい。でしたね、今。よっしゃ、危ない危ない。ちょっとこいつは足一本です。足一本だから、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ほいっと。来ましたよ、3杯目。よいしょ、はい。ちっちゃいけど3杯目釣れました。はい、どうもお疲れ様でした。今回のミッションですね、ダイソー駅でアオリイカを3杯釣れ、無事ミッションクリアできたんじゃないかなと思います。今回の動画の趣旨が、イカはいれば釣れるっていう価値観の人に向けての動画ということだったんですけど、まあ大騒ぎで釣れてしまったので、結果としてはまあいれば釣れるっていう結果にはなってしまうんですけど、正直釣ってる側からするとモチベーション的に最悪というか信頼性がないので、やっぱりどうしても自分が信頼してる、まあ自分だったら営業系、ブルーポーション、ムラムラチェリーとか、やっぱ人それぞれ自分が信頼してるこのカラーは絶対鉄板っていうのがあると思うんですけど、まあやっぱそれを投げてたらもっと簡単に釣れたんじゃないかなっていう気持ちを持ちながら常に投げてる感じですね。ダイソーエギだったら。夜1杯と朝から2杯釣れたんですけど、夜の1杯はもうほんと場所について1投目の活性の高いイカだったと思うんですよね。で、朝のやつも回遊で入ってきたのを2杯パンパンって取れた感じだったので、やっぱりどうしても活性の低いイカに対してはやっぱりちょっと弱いような、活性の高いもう捕食体制にあるイカが捕食で食ってくるみたいな感じだったのかなと思います。信頼のあるエギを投げたいなってすごい思いました。今回使ったダイソーエギなんですけど、この紫のやつ、オレンジのやつ、このシルバー、まあ背中がブラックで腹がシルバーみたいなツートンカラーのやつなんですけど、まあ、この3種類でやって、結果超過があったのはこの紫だけでしたね。この紫だけで3杯釣れました。で、ダイソーエギ使ってからのあれなんですけど、この見てもらえばわかると思うんですけど、お腹の部分から布がもう3頭ぐらいしたらこうめくれてくるんですよ。おそらくここの接着の糊が水に弱い、なので途中でアロンアルファ、こいつは必須ですね。
最終的に釣ったエギなんですけど、これは新品の状態でアロンアルファをしてずっと使ってたんですけど、ここだけピーってアロンアルファ刺したんですよ、ここに縦に。たらもう全然めくれることなくずっと使えたので、もうここだけ止めてしまえばいいのかなと思います。はい、ということでそんな感じで、まあ、また次厳しいミッションが課せられるのかなと思うんですけど、まあ、頑張ってクリアしていこうと思います。それではもちダイソーエギでよく3倍釣ったなって思ってくれる方は高評価、チャンネル登録、ベルマーク、あとコメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。